さんこんにちは。地球界兵庫を代表しております永瀬拓司でございます。本日は街頭署名の現場から動画で皆様にお伝えをさせていただいております。菅総理大臣へと政権が変わりまして、この拉致事件がこれからどう進展していくのか、私たちは大変大きな関心を持っております。今日は日曜日ですので、朝から政治番組が各局で放送されておりますが、この新政権の拉致事件に対する取り組みというものについて伝えている局は一局もありませんでした。しかし私たちが聞き及んでいるところによりますと、菅新総理大臣はこの拉致事件解決に対しても並々ならぬ意欲を持っている。そしてその証左として北朝鮮はいよいよこの国際的な圧力に値を上げ始めている。かねてから安倍総理大臣の時から言われていたことですが、まずは圧力、そして圧力をかけた後に対話の時期を探るんだというこの基本路線、この基本路線に日米を中心にしっかりとスクラムを組んで、西側の包囲網をしっかり固めた結果として、北朝鮮では今深刻な外貨不足、そしてそこに追い打ちをかけるこのコロナ禍、さらには中朝国境の閉鎖というまさに大変厳しい情勢下に置かれている中で、いよいよこれから北朝鮮との間で問題が動くかもしれない、そういう時期にあります。このように国政の場において、外交の場において、朝鮮半島から目を離すことができないこの時期に、私たちこの現場で本当に署名活動を扱っているものとして一番やはり神経を尖らせる時期でもまたあります。また私たちのこの日々の訴えが実は大変意味を持ってくる時期でもあります。私たちのこの署名活動に対しては、これを快く思っていない人も少なからずいらっしゃいます。その私たちの署名活動に快く思ってない人に対しても、私たちがどのようにアピールをしていくかというのは大変重要であり、それはやり方を間違えるとこの外交交渉の足を引っ張ることすらあるので、私たちはこの今のこの署名活動、大変大きな注意を払いながら行っているというのが正直なところでございます。特にここ神戸三宮というところは本当にいろんなことがあった場所です。私たちが署名活動を始めたのが平成9年でございますので、大方23年ぐらい、もう経っているわけですけれども、この23年間にはさまざまなことがありました。今ですね、いよいよこのもしかしたら朝鮮半島の問題が動くかもしれないこの時期、私はこの23年間みんなと共に続けた署名活動の意味がやっと少し発揮されるのかな、そのようにも思っております。私たちのこの署名活動はそのようにこの一人一人の署名というものは小さなものかもしれないけれども、それをずっと続けることによって本当に力を持ってくるという側面があるということと、もう一つは今日もこの署名の場で何度もお訴えをしているんですが、有本恵子さんのお母さんが本当に生前おっしゃってました。街頭に立てば本当に知らない人が声をかけてくださる、有本さん頑張ってね、そして署名板を持てばたくさんの人が列をなして署名をしていただける、だから私たちは恵子が帰ってくるまで死ねない、そうおっしゃって90歳を超えてからも心臓手術に臨まれたりということが思い出されます。この署名活動で一筆頂戴をする、その署名をされる方の勇気がこれほど大きな力となって拉致被害者の家族の心を支えていることか、さらにはたった16件17名しか認定されていない拉致被害者ですが、実は
警察庁が拉致を否定できない案件として発表している数字がすでに800名を上回り、おそらくどんなに少なく見積もってももはや1000名は下らない被害者の声を哀悼に上げることのできないご家族が、この皆様の一筆の署名によって私たちは見捨てられてないんだと思うことがとても意味があると思っております。まあ、私たち救う会兵庫は本当にできることは小さいけれども、この署名活動のこの場をしっかりと守りながらこの活動を継続していく所存でございます。これからも皆様のご参加を、一筆の署名でも結構です、ご参加を心からお待ち申し上げております。高評価、チャンネル登録のこともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。